それでは今回はこちらのペットボトルを使ったウエストのエクササイズをご紹介させていただきたいと思います。まずこのように腰幅よりも少し広めにスタンスを取っていただければなと思います。ペットボトルを両手に持って斜め上に上げたところがスタートです。この時に大事なポイントは、ここの左側のウエストを主に今回これから使っていくんですが、しっかりと上げて、このウエストの部分をまずはストレッチさせること、しっかり伸ばしておくことでウエストを効かせやすくなってきます。左足のかかとを上げておくと、さらにストレッチしやすくなりますので、このようにスタートさせてみてください。ここから体をねじりながら、左膝の外側にペットボトルが来るように、体をゆっくりとねじっていきます。で、まあ、反対側も、やるときには今度は左斜め上に上げた状態から体をねじって、今度は右膝の外側に、だいたい左右10回ずつぐらいを目安にやっていただければなと思います。で、動作時の注意点なんですが、手の動きが伴いますので、この種目をやっている方は、このように手の動きだけ、このような動きになる方が結構いらっしゃいます。まあ、横から見ると分かりやすいんですが、これですと手の動きだけになるので、ウエストの効きがあまり良くないんですね。大事なのは体の回転、ねじりの動作をしっかりと入れてあげることが大事になります。このねじりの動作をしっかり出すためには、ペットボトルを見続けます。最初の順でしっかりペットボトルを見る。体をねじっていくときにも目線をペットボトルから離さないように。ずっとペットボトルを見続けます。見続けるようにして体をねじることで、しっかりとウエスト全体が効きやすくなってくるんですね。で、今回はペットボトルを使ったウエストのエクササイズをご紹介させていただきました。私の動画のチャンネルでは、その他にもウエストのエクササイズ、腹筋のエクササイズ、そして体幹のエクササイズなど、様々な種目ご紹介させていただいています。ご興味ある方は、その他の動画もぜひご確認していただければなと思います。本日はこれで失礼いたします。